オーストラリア代表のアリシアさん、クリスティンさんのお二人、今日のこちらのステージ、進撃の巨人ミカサとエレンのコスチュームで登場です。さあ、作品の世界観を表しているこのコスチューム、見事に着こなしていますよね。なお、お二人、チャンピオンシップの作品は魔法少女マドカマギカ、花マドカマドカミとバルプルギス、アケミホグネの服装で登場予定です。以上、オーストラリア代表でした。ブラジル代表はモニカさん、マウリシオさんです。新魔界皇アンチクライスト、電源突破グレンナラン、4個のコスチュームで登場です。なお、お二人、チャンピオンシップの作品はファイナルファンタジー14ガルーダ召喚士のコスチューム予定しています。なお、この組過去に2回もチャンピオンを獲得しています。今年も俄然期待が高まるお二人です。ステージを大きく使ってのパフォーマンスをご覧いただいています。こちらはブラジル代表です。以上、ブラジル代表でした。ありがとうございました。中国代表はチェンさん、ワンさんのお二人です。翼クロニクルからアシュラ王、セイデンからイクバナユウコで登場です。キラキラと広がるような美しいコスチューム、作品の様子というのも伝わってくるようですよね。中国代表チェンさん、ワンさんのステージご覧いただいています。なお、二人はチャンピオンシップモンスターハンター 3G から女性ハンターで登場する予定です。以上、中国代表でした。デンマーク代表はモナさん、アンネさんのお二人です。おぼろ村正、今月ゆずぶかのコスチュームで登場です。さあ、小道具なども作品の感じ出していますよね。以上、デンマーク代表でした。さあ、登場しましたフィンランド代表はファイディさん、サトゥーさんです。今回のステージ、メタルファイトベイブレードからたてがみ京也、ナイルで登場です。さあ、いろいろとポーズを決めてくれています。ここぞと思うところ、ぜひ素敵な写真撮影してあげてくださいね。
表チャンピオンシップではクイーンズゲートスパイラルバウスからテンコ、ルーナで登場予定です。皆様に間近でご覧いただいていますステージ、ウィークなども作り込んでいる様子がよくわかりますよね。さあ、こちらのステージご覧いただいたのはフィンランド代表でした。フランス代表アメリーさん、アリスンさんのお二人です。今回のコスチュームはスイートプリキュア、キュアリズムのキュアメロディーです。ステージングいろいろなポーズをとってくれています。スイートプリキュアで登場のフランス代表、チャンピオンシップの作品は魔法少女マドカマギガ、トモエマミ、カナメマドカで登場予定です。以上、フランス代表でした。ビアテ・コーラーさん、ダニエラ・バルベトラーさんです。登場のコスチュームはシャイニングブレイド、サフヤ、ハヤネで登場です。さあ、ヒラヒラとしたコスチューム、動きがある感じがよく表れていますね。ドイツ代表をご覧いただいています。なお、ドイツ代表チャンピオンシップではヴァンパイアナイト、クラン勇気、クロス勇気で登場予定です。以上、ドイツ代表でした。インドネシア代表はナタリアさん、ザイナルさん。ステージ上、胸のアクションを行われています。作品はキングダムハーツバースバイスリープ、ベントスとデナで登場です。動きのある形から始まったステージ、この時間は決めポーズも出ていますね。さあ、皆様に間近でご覧いただいていますこちらのステージ、作品の世界観を表すために作られている小道具も皆様ぜひね、じっくりとご覧ください。ご覧いただいています、インドネシア代表チャンピオンシップではキングダムハーツバースバイスリープからベントス、バニタスで登場予定です。以上、インドネシア代表でした。会場内、笑いが起きております。イタリア代表アンドレアさん、マッシモさんのお二人、今日このステージヤッターマンからトッツラー、ボヤッキーで登場です。
まるで作品の中から本当に飛び出してきたかのようなスケッパな、そしてお腹のあたりもね、非常に作り込んであるという感じに出ております。さあ、イタリア代表なんですが、チャンピオンシップでは魔神カイザー、死闘暗黒大将軍、暗黒大将軍と魔神カイザーで登場です。以上、イタリア代表でした。日本代表、マリコさん、ブランさんのお二人です。このステージには西雲国物語から志龍騎、丁優俊で登場です。日本代表マリコさん、ブランさん、チャンピオンシップでは悪魔城ドラキュラ、月下の夜想曲、ドラキュラ伯爵とアルカードで登場予定です。以上、日本代表でした。マレーシア代表はアンさん、ヤップさんのお二人です。犬国シークレットサービス、ショーキーン・ハゲロード、ブレイブ10・エニーで登場です。ご覧いただいているマレーシア代表、チャンピオンシップでは新三国武装セブン、ブンオーとオービーで登場予定です。ステージ広く使って見ていただこうという心意気が感じられます。
コースの数も豊富ですね。ご覧いただいているのはシンガポール代表です。以上、シンガポール代表でした。スペイン代表はステファニーさんです。ゼルダの伝説からゼルダ姫で登場です。なお、スペイン代表、本日お二人での登場予定だったんですが、やっぱり日本にやってくるまでにいろいろあるんですね。今日は衣装が届かなかったということで、こちらのステージお一人での登場です。お一人で頑張ってらっしゃいます。大きな拍手お願いします。なお、スペイン代表はチャンピオンシップファイナルファンタジー9ガーネットを着るアレクサントロス17世、そしてブラネラザ・アレクソントロス16世と時代トライバルで登場予定です。以上、スペイン代表でした。タイ代表はトギラン・ラサラさんとビラロイさんのお二人です。今日はイノさんのブチが大垣深夜のコスチュームで登場です。チャンピオンシップではメタルギアライジングリベンジェンスからダイデンとモンスーンで登場予定です。手を振ってアピールしてあげてくださいね。目線が欲しいという方、手を振ってアピールしてあげてください。以上、タイ代表でした。イギリス代表はヘイザーさん、エリンさんのお二人です。ララフェルト、ペイル・オブ・シグリ、シリアで登場です。イシリアファイナルファンタジーティナとケッカで登場予定です。さあ、写真を撮影しているという方、目線が欲しい時には手を振ってのアピールぜひしてみてくださいね。この時間もたくさんの方がカメラを構えてくれています。アメリカ代表はティファニーさん、
カサンドラさんのお二人です。登場ユニフォームはマジックナイトレイヤーズから海と光です。ご覧いただいていますアメリカ代表チャンピオンシップではハートの国のアリスからディヴァルディ、アリス・リネルで登場予定です。以上、アメリカ代表